関東州庁とは関東州の地方行政を担当するために設けられた関東局の歌舞伎館である。旅順に関東州庁旧市関東州庁庁舎は現在も大連市人民政府建物として使われている関東庁に代わって設けられた関東局は新京に置かれた。そして関東州内の地方行政を直接担当するために旅順に関東州庁を設置し、 庁舎は後に大連へ移動した。関東州庁は従来の関東庁とは異なり、司法や郵政などの国家事務を有さず、純然たる地方行政のみを扱った。また、満鉄付属地も管轄から外れ、関東局の直轄となっている。1945年のソ連対日産戦で関東州はソ連軍に占領されて、関東軍は降伏し、 関東州庁は魔改した。当時の関東州庁庁舎は、現在も大連市人民広場に立つ大連市政府建物として使われている。大場勘次郎竹下豊地味の池辰大津、年尾三浦直彦屋内吉尾今義、年を、ありがとうございます。